皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう金融審議会が出した報告書が物議を醸しているこの報告書には65歳で定年退職して95歳まで生きる夫婦の場合毎月約5万円 30年間で約2000万円が不足するという試算が出ている。年金への不信と相まって批判が紛失。麻生太郎金融担当大臣はこの報告書を受け取らないと表明した。2017年3月22日には1日で約170万円の飲み会。年間合計の飲み会代は約2000万円。収支報告書より渋谷区。 福岡県飯塚、軽井沢町などの不動産は合計で推定40億円。2017年12月の資産公開再費、大臣94年間、約2600万円、毎月146万6000円、ボーナス約830万円。2018年特に目を引くのが飲み会代だ。2017年度の飲み会代は、合計約2000万円。 今回の報告書で明記された老後に必要な資産も2000万円。麻生氏にとって2000万円とは1年間の交際費用にかつて政治評論家が麻生氏の収支報告書について本心にこう語っている。合法来楽ぶりが伺えます。金に糸目をつけないとまでは気にしながら使うタイプではない。寂しがりなのかかっこ笑い、やたらに会合が多い。 ともかく政治活動費の支出が非常に活発で飲食は高級店が多い。どんなに遅くても。少しの時間でも毎日のように行く特定の店がある。昔の大物政治家によくいたタイプですボンボン麻生氏に庶民が抱える老後の不安など到底わかるはずもない。6月11日の記者会見で麻生氏は報告書が 世間に著しい不安とか誤解とかを与えているとのことで、これまでの政策スタンスとも異なった担当大臣としてはこれは正式な報告書としては受け取らないと話した。関連記事、麻生太郎財務省の宛名なし、住所なし怪しい領収書。ちなみに、麻生氏報告書の発表当時、100、都市まで生きる前提で退職金って計算してみたこと、あるか俺はないと思うね。 今のうちから考えておかないといかんのですよと余裕の発言をしていた。だが、麻生氏に余裕があるのは当然だろう。祖父は吉田茂、義父は鈴木善光でどちらも、も、実家は福岡で約80社を束ねる麻生グループの御蔵氏だ。政界の中でもトップレベルのセレブと言える。かつて本氏が取材した。 麻生氏のセレブエピソードを並べてみよ麻生太郎のために麻生グループが小学校を新設した1976年のモントリオール五輪にクレー射撃の日本代表として出場している。参考までにクレー射撃は始めるまでに200万円ほどの費用がかかる1979年衆議院選挙に初出馬した時の演説で開校一番 家ゲ,ゲの皆さんと発言セレブ発言は何度ホテルのバーは安くて安全。カップ麺は最初に出た時、えらく安かったと思うが、今は400円ぐらいします。など政治団体の2017年度の収入総額は1億9700万円。